1950年に創業者が、柴田良太というものがですね、北九州で小倉で創業しまして、外食業ということで、1961年に月刊食堂というものをですね創業しました。1966年に月刊のですね、専門料理というですね、ものが、創刊されます。当時はですね、あまりその料理本というのはレシピを公開しているものはなかったんですね。で、技術的なものっていうのはあまりこう外に出すっていうのはない習慣がありまして、でそこをしっかり残していきましょうということで、料理人さんに直接ですねお話をしてさせていただいて、レシピをしましょうということで、いいものを残していくというところっていうのはすごく創業者なので、まあ僕らもそうなんですけど、本に対してもやはりいいものを作って残していくというところで、しっかりまあ写真も綺麗だったりとか、まあ文章は長いんですけど、結局読んだ人がその通り再現できるとかっていうことを、すごく創業者が思っていたことを、私どもはそれを引き継ぐというか、しっかりとやっていくということがもう72年続いているところになっています。まあ書籍というものですね、そこの部分でかなりいろんなジャンルのものを取り上げていってですね、まあ本当にほぼ全ジャンル料理に関してはあると思います。まあ2000年代のところで少しずつちょっとこう、まあ華やかなものというか、カフェスイーツという今雑誌、まあ、カフェスイーツという言葉自体はもともとなくて造語なの で雑誌の創刊にあたってカフェスイーツというのをちょっと付けさせていただいて、でその後まあ普通にまあ皆さんに使っていただいて、仕掛けではないんですけども、新しいことをやっています。で例えば主菜という言葉であったりとか、まあ、お酒のつまみですよね、そういうのもやっぱりこう一冊にまとめたりとか、バルのメニューであったりとか、2000年代で子ども向けの料理書ですね。でこれも、まあ、ちょっとその子ども向けで、まあ、それこそのどういう本でじゃあ作るかといった時に、プロの料理人さんがまずやると、まあ、すごく苦労したのが、本来であればサンドイッチ作りますとプロの人はもう耳がもう取った状態で来るんですね。で本来はパンってまあ耳がついてて切るところで、で包丁もすごいこうマニアックな包丁で全然いわゆるこれこんなことないでしょ家にみたいなところで、実はじゃあ卵っていうともうボウルに割った状態で入っていって、どうやってじゃあこれ割ったのみたいな。でそれもですね、一応社員のお子さんがいる人に、子供さんに実際にやってもらって、そしたらここは分かりづらいと、分かんなかったということで組み立てていって、で気づいたら1年かかってしまって、そのタイミングでちょうどコロナで、まあ、皆さん家の方で、まあ、やったり、まあ、時間があるのでもうまあ料理とか作ったりとかってのありまして、で特徴としては一番、まあ、あとはやっぱりプロの料理人さんがもうほぼほぼ、著者であったりとか取材先です。なので、もちろん一部料理研究家さんとかもあるんですけど、そこの部分が一番そうですね、大きいところですかね。でカメラマンとかも含めて、やはり料理のプロのカメラマンを使ったり、原価もかかってて時間もかかってるので、あまり効率がいいとは思わないんですけども、でもやっぱりしっかりした本を作っていくということで、本によっては、もう、重版がもう2桁とか3桁いってるようなものもあったりするので、コツの科学という雑誌、本があるんですけど、それに関してはもう本当にもううちでは一番売れてる、重版が一番かかってる本なんですけど、料理以外 その宿泊のホテル館という雑誌もありますので、まあ、全てその辺を網羅しているというのが特徴にはなると思います。はい、今回は、本を販売する以外にイベントを用意してまして、ここにいらっしゃる皆さんに登壇いただきます。いろんな方に登壇いただくんですけれども、皆さん私どもの会社でお世話になっている著者の方であるとか取材先の方に、登壇いただきます。世界的なパティシエです。出見杉野さん、杉野秀美さん、それから、パティシエの小島るみさん、それと、最近は、子ども向けの本がとてもよく売れてるんですけれども、そちらでテレビでもおなじみの笠原さんであるとか、お菓子はすごいという、その子ども向けの本の中で出ていただいている笹毛さんの、お子さんと参加いただけるワークショップを、土日に、予定しております。一緒に作業もできるので、夏休みの思い出作りでいかがでしょうか。それと、体験していただくものとしては、3人の京都の料亭の、料理長さんご主人に来ていただいて、実際に目の前で出汁を取っていただきます。その出汁を味わっていただくようなイベントもありまして、気軽に参加していただけますので、ぜひご体験いただけたらなと思います。それとこちらうちの編集長たちなんですけれども、
関西にゆかりがある人たち、もしくは国内を代表するような会社の社長さんに対談で、公開インタビューという形で予定してます。なかなか普段聞けないようなマニアックなお話聞けると思うので、そういったことも気軽にそれは編集長のインタビューは5回、コーヒー付き500円なので気軽にご参加いただけたら幸いです。ですね、柴田書店さんから出させていただきました2冊の本なんですが、どちらもとにかく徹底的に、工程をシンプルにして、なおかつ僕はもう再現性再現性っていつも言ってるんですけれども、誰が作っても同じような仕上がりになるということで、もう本当に初心者の方でも、気軽に本格的なインドカレーが作れますし、ある程度慣れてる方はさらにそこから深めることができるっていう、そういう内容の本になってます。例えばこちらは世界一簡単なチキンカレーと銘打ってるんですけども、本当にその名の通りで、材料をすべて一気にフライパンで炒めて、そこに水とトマトを加えて煮込むだけという、10分少々でできてしまうという、そういうチキンカレー、でも食べたらびっくりで、もう本当にそういうふうに簡単に作ったとは思えないような、お店の味がすると思います。こちらの本ですとですね、すごく人気のあるレシピがこのサバ缶シンプルカレーでですね、基本のマサラというものをスパイスや玉ねぎやニンニク生姜などで、ある程度作り置きしとけば、あとはそこにサバ缶と水を足すだけでフィッシュカレーが完成してしまうという、もう短時間なんですけれども、このマサラの部分でスパイスの美味しさしっかり引き出しつつ、サバ缶は本当に煮汁も含めて旨味の塊みたいな感じなんで、それが合わさって一気にそんな簡単とは思えない味わいのカレーが完成するという、これもそういう作りになってます。今回の特設レストランではですね、こういったレシピ本でご紹介したごくごくシンプルなレシピをベースにして、そこに徹底的にプロの技をさらに加えていったらこういうふうになりますよというですね、もうある意味最終レシピ本の最終進化系のカレーのような感じでお楽しみいただけます。またワークショップではですね、そのレシピ本にプラスしてこういうプロの世界に近づけるテクニックもご紹介してますので、レシピ本を一旦マスターした方はですね、ぜひ今度ここを目指してさらに深掘りしていっていただけるといいなと思ってます。ブックカフェということで、本を選んでいただくときにコーヒーを飲みながらということもできるようなスペースをご用意しています。名古屋のトランクコーヒーさんが出店しておりますので、そこのコーヒーもしくはなんかクラフトビールとかもあるみたいなので、そちらと一緒に実際に座っていただいて、少し本を選ぶときに、うちの本重いものも多いのでページをめくっていただいて、これがいいかなとかっていうふうに見ていただけるようなスペースをご用意しているので、ぜひゆっくりお楽しみいただけたらと思います。